エジプトのその博物館行くとツ、はい、タンカーメンエリアがあるんですよねツ、はい、タンカーメンセットがバーっと置いてあって <laughs> あ、ね、でも見応えがあるんですよね。やっぱなんか 行ってよかったなと思いましたよまあ、もちろん、なんか大英博物館とかに比べるとね、建物とかは割と質素ですけど。中に置いてあるものはすごい,ですすごい。凄まじいですね。凄まじいですよね。本当に凄まじい。<laughs> すげえの置いてあるなっていう感じでしたよ、本当に。はい、まあ、大英博物館も相当すごいですけどね。ただ、そうですね、チタン仮面のものとかは、やっぱり世界の中では、もう。古代の、古代のものはって意味ですけど、古代の中でも圧倒的ですね、これはね。圧倒的にだから。ああ、洞窟されなかったのが大きいですよね。<ー>そうですね。はい。無名。 能だったのだ逆に洞窟されなかった、ね、だから大博物館とかにもあのとまあ、簡単に言うと取られずに残った部分もあったとっいうことですかまあ、取られずにというか1914年ぐらいに法令が変わったんですねそれまではインディージョーンズの世界で、うんはい、私もよく聞かれるんですけど見つかったらもらえるんですかと聞かれるんですけど半々<ー>でした半々。はんはんええ、それは発掘を奨励するということもあって2つ同じものが見つかったら1つはエジプトに1つは自分に ただそれが1914年に法令が変わって21年に施行されたんですけれどちょうどツタンカーメン発見される1年前なんですけど、はい、あのもう,もうカーターはもう半分もらえると思ってたんですよ彼はあ<ー>今どもらえ彼は。ところがやっぱり最終的にはまあいろいろなものがあってその法令も変わったこともあって全部基本的には今はエジプトの、はい、博物館にある。 いやいやいや本当にすごかったですチタンカーのミイラコーナーはやっぱ行かないといけないですこれ行かないといけないですねこれホリエワンでホリエワンでまだルクソールの方まだ行かれてないルクソールの方まで行ってないですあ本当ですか全然まだ雰囲気が違うのでええあそうなんですかの回路はやっぱりまあね東京大回路っていうのは東京より人口多いですしまさに本当に都会ですけどルクソールの方行くと全然雰囲気違うんす見る目もすごいそうエジプト何がいいかってシーシャがうまいんですよシーシャね 水田君すごいレベル高いですねそうですね。はい、本場だから本場ですね、はい、本当にそこら中にあるしあ、ね、ここまでですねまあ映画を極めてたと思うんですけれども滅亡したのはどういった そうですねエジプト文明がなぜ衰退したのかってやっ、まあ、難しいですけれどね実際にはやっぱりこう緩やかな流れの中に何回か滅亡というかね一旦滅んで、まあ、滅びそうになってというか衰退してまた盛り上がってっていうのがあるのでそうですね。 っもともとはやっぱりエジプトで完結していたものが、まあ、今風に言うと世界経済の中に組み込まれていく世界のその情勢の中に組み込まれていくのでまあまあまあだから要はエジプトはナイルのたまものだっ っていう話と僕は結構リンクしてると思うんですけど、はい、やっぱそのナイル川が富を運んできてたわけですよね富とかエネルギーのようなものをあの運んできた分やっぱり豊かだったけど、はい、豊かな裏返しとしてやっぱりハングリーさはなくなりますよね多分ね <laughs> まあもう日本もね俺似たようなもんだと思うんですよ日本も自然環境豊かすぎて、うん、やっぱなんだかんだ言ってうまくいくから多少政治がなんかサボってても大丈夫みたいな、うん、ところはやっぱあり これがだからそんなこと言ってらんないよみたいなところだとまあ例えばシンガポールみたいな国とかは人に投資をしなきゃというもうね何も資源がないんで人に投資をしてみんなの生産性を上げないと国はやっていけないんでってやっぱこうハングリーになるんだけどだから日本もシンガポール並みに政治頑張ればもっと豊かになるはずなんだけどやんないでしょってやっぱりやんなくてもいいからですよね。 いやでもあのそうなんですよこれやっぱ面白いのがそのピラミッドの時代ってそのハングリーさと豊かさがガチってなんでしょうピークの時はね共同共同だからハングリーであの時代ってやっぱりその王の墓を作るときに,にトライアンドエラーとかしないでしょう,、ね、うんそれをしちゃうとかうん要するに今まで作ったことがない使ったことがないじゃあこう石使って失敗してもいいから墓作ってみようとかやってみようっていうのをするのがあの時代であとエクスプローラーだと思ってるんですけどやっぱり 見たこともなないような土地に行って見たことがないような石を運んできたりするのがピラミッドの時代なので、ね、まあなんか昔のねそれこそまあシリコンバレーとは言わないんですけれどそういうとりあえずやっぱりこう。 開拓精神みたいなのがピラミッドの時代にはあるのが面白いなと思いました、ね、あの時代っていうのはエジプトでいうと割と早い時代はい広陵国広陵国あのエジプトという国ができてからある種500年しか経ってな、ね<ー>はいだからやっぱまだハングリースかスさかと思ってたんす、ね、でしょうね、はい、あります新しく分かった測量の技術とかを使ってみようみたいな感じでやってみたいっていう研究の方とかがあいたと思います、うん だからそれよりもちょうどギリギリぐらいまで例えば戦いの、まあ、内戦がもうあったので戦いの女神の神様がたくさんいろんなところに出てきてたのがその辺りぐらいからなくなってまあそのハングリーを持ちながら平和になったのでうわーっとやってみようみたいな。なるほどね戦国時代が終わったとの江戸時代に、ね、そうですもう本当にその直前ぐらいです。国を統一できたからね争いがなくなって他に予算を使えるようになったんでしょうね。はいうん まあ、だからそういう流れの中で官僚とかねそういう感じ日本の武士もね官僚になっちゃいましたからね江戸、ねはいうん、時代は。 川、はい、合さんがこれエジプトのピラミッドの調査を続けてこれ感じられたこれ考古学の面白さというのをですねうお伝えしていただきたいと思うんですけどそうですねやっぱ考古学の面白いのはやっぱさっきも言った通りにやっぱ現場から実際に出てくるものがあるので,、うん、でそれがやっぱりまだ4,000年とか、まあ、4,500年とか誰も見たことがないものあ,、まあちょっとの土器とかでもそうなんですけれどなんかそういうのが見れてそれがこう積み重ねていって。 で、今まで見れなかった光景が見れるっていうのは、うんうん、面白いですね。やっぱ現場が面白いですね。考古学はね。はい、ということで、うん、あの、そろそろお時間となりましたが、堀江さん、本日いかがだったでしょうか。いや、面白かったです,ですね。はい。ね、まあ、でも、そのエジプト以前の話もいろいろ見てみたいですね。うん、例えば、その堀江さんがこういう世界に、ね、その考古学、ね、はい、あの、ちょろっと興味があったと言われました。はい、どういう調査します。例えば。え、どういう調査ですか。ね、なんかもしも、じゃあ、なんか、こうね、プロジェクトで調査やってみるかって、どういう感じ。 我々とはなんか違う発想で何か進めそうだなっていうねう <laughs> 別にそんなことはないと思いますけどねまあでもやっぱりそのまあ僕らがだからあの考古学の授業とかを受けてた頃ってまあやっとそういうものがこう例えば放射性同位体を使ってそのまあ C とかそういうのを使ったりとか、まあ、まあ年代によって使うといた体い違うんですけど、まあ、そういうものを使ってその発掘調査をするんだとか、まあ、まだ僕らの時代って例えば人類も類人猿からどうやって進化していったんだみたいなこととかってここやっぱり20年ぐらいで相当進化したじゃないですか、うんうん、進化っていうかあの相当知見がたまってきたじゃないですか、はいはい、だからそういうところとかもそのやっぱその発掘したデータデータというか現物をその科学的にこう 調査することによって、えー、まあ、今まで分かんなかったようなことも解き明かしていくというか。うまあ、そういうふうなことをやりたくなりますね。あの統計みたいなものも利用したりとか、はい、だから。ちょうど千葉高大の松井さんって、この間亡くなられた方いらっしゃるじゃないですか。と対談したんですよね。一年ぐらい前に。で、その時に、あのトルコの一万二千年ぐらい前の遺跡。あれなんか、すごいごく興味ありますね。はい なるほどそのだから親戚時代が始まる、はい、まあ始まる頃ぐらいの、ちょうど氷河期が終わって、はい、トルコの、まあちょうどだからあの辺ですよね、あの、地中海から。うん ちょっとこう山上がってレバノンとかの辺から上がっていってもう本当にあのチグリス・ユーフラテス川の源流みたいなところにどうやら最初にそこに文明らしきものが始まったみたいなまあお話があったりとかするんで,でおそらく多分別にそこだけじゃなくてエジプト方面もどこかでなんかそういうものが多分始まってるし中国方面でもどっかでそんなものが始まってる。 現代の技術を使えばそういったものが。 まあ例えばですけど衛星写真からうん、うん、最近結構衛星写真からあの古代の遺跡を SAR 衛星とか使って森林に埋まっているなんか巨大構造物を、はい、森林全部剥がしても下の構造物だけをね撮るとか、ね、はいはい、はい、そういったものがその、ね、要は非侵襲的にそういったことができるようになったりとかしてるんで、はい、まあ最先端の技術使ってそういったものをこう見つけていきたいですよねなるほどあと僕だからやっぱ神話との関連性っていうのものすごくそういうの好きで <laughs> <ん>だ僕 神話ってやっぱり信じるべきだと思うんですよ。うん、神話の中にいろんなヒントが残っていて、はい、だからよく僕はする話で言うとシュリーマンの話とかしますよね。ああ、なるほど。まあ、シュリーマンって実業家がいて、うん、彼はトロイの木馬の、有名なトロイの木馬ですけど、あの、あれは神話なんですよね。なんですけど、いや、トロイって絶対あったよねつってって、トルコを、を探しまくって、トロイの遺跡見つけたんですよ。うん、だから、その、それってでも、お金がないとできないこと。うん、だから、そういう、こう、 科学とか、技術とか、その資金とかを大量投入して、その何かそういう神話に残る何かを見つけてみたいとか、そういうふうに考えちゃいますね。僕の場合はな。なるほど。面白いですね。面白いですね。<laughs> で、まだ絶対いっぱいあると思うんですよ。埋まってるものが。それこそその衛星、まあナショジオの同じやっぱりあのエクスプローラーのナショ上のあの研究者がそのあたり衛星画像の専門家なんですけど、どれくらい残ってるのかって言ったら彼女の計算で9割残ってるって言ってました、ね。すご、うん、い,い、ね、エジプトの遺跡とかも。 うん、やっぱりまあ実際に人が上流階級の人がどれくらいいてどれくらいの墓が見つかっててじゃあそこからまあ外算するとっていうまあすごい単純なんですけど、うん、多分だからまだ埋まったまま分かんないやつがあると思うし僕らやってるロケットのプロジェクトっていうのはそういうものも多分変えていくと思うんですよ。まあ今ほら地球の画像全部撮れるっても解像度も悪いしリアルタイム性もないしいろんなその例えばレーダー 可視光だけとかじゃなくて赤外線とかそのレーダーとかそういったものを使ってそのより地球観測が密にできるようになると多分空からそういったものが相当数見つかると思うしそ,それにう、ね、AI による画像解析と AI による画像解析と衛星画像もうそれもいろんな,いろんなその波長での地球観測これによる成果によって候補地がいっぱい見つかるんでそれをファンディングして発して。 伝えを組織するみたいな、はい、あそれはね我々も今ねちょうどやりたいなっていう話まではしてるんですけれどね、はい、そういうイノベーションが多分ここ10年で起きてくると思いますだからここ10年で遺跡がめちゃくちゃゃく見つかるかるもしれない,いやあると思いますねその辺りははい、はい、いやすごい僕は楽しみで、はいはい、だから宇宙の時代だっ,って言ってるんですよ、ね、僕はこれだから地上はもちろん軍事でお金は最初作ると思うんですけどそのお金を利用してそういった遺跡発掘とかももちろんできるようになるしこれ外に向けると今度は地球外生 メーター見つけられるんで、うん、そういったことにも使っていこうかなと、ね、うん、楽しみな、こう十年にしたいですね。本当にありがとうございました。はい、それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>